二千二十一年三月十一日木曜日、患者牧の七十七に進んでまいります。外諸葛竜貞孫、うん、これは、部、孫部、孫、家伝、部長か、二文字制ですね、諸葛と部長は二文字制、複製。 外諸葛竜貞孫武将家伝第四十七目録外勘定諸葛法竜法定数孫法武将竜貨幣の合伝であるそれではダイジェストから参ります。 外官数は元色厳正にして国の主勅であった諸葛法は剛直をお好み流歩もまた正長をしとうたがいずれも狂権に陥り不敬不法であった定数は原石の間にあって 還元が聞き入れられらないで獄死し武将流は職務上の責任を守ってそのため合法に流された孫法は霊領公純右帳に曲げたわめられ貨幣は自中王林家の道を切って志を立てたここに「外諸活龍帝武将孫家伝第四十七」を述べる以上でございます。 それでは外観からいきます。外観上からいきます。外観上は、あざなは時効、義軍の人であり、軽書に明るく、軍の文学となり、高齢の顔を持って老となった注釈え文学は官名でございます。貧困の法制を推挙され、対策に優秀な成績で合格し、注釈対策は管理東洋試験で、 政治・経営学の問題に対する答案の文章・文体を、えー、っと対策といったと戻ります。簡体府に移り老中故障のことを行うた注釈老中故障というのは老中霊の続館に 老中、車唱老中古将老中紀将があり古将は門縁をつかさどった英将軍長安政の子次中、陽登公法祖が電柱で下車しなかったことを外装し合わせて父安政が長安政が 位にいて何ら補佐するところがないことに連休した。ホースはその時事実は門で下車したのであり。感情は事実でないことを大臣に申し立てた罪に座し。英芝に左遷された。従来英芝は部内で英位と会うには配列し。注釈英位というのは中体。中退不礼。 に同じエイは休憩でその続刊に後者芝エイ氏両墳の両本かな三霊錠エ氏三条があった戻ります従来エイシは部内でエイに会うエイと会うには廃越ししかもエイのため使用の使役買い物を務めたのであった 外官場が英師場として就任すると、旧礼を調べてついに族館以下、禁煙を行う英氏の礼場に幽霊を行った。ま優、あの礼の方が、ちょっと簡略な感じですね。英意が使用で官場を私益に出した外官場は、礼として宮廷の門に至り上層して訴えた。 少々を通じてエイは問責されそれ以後エイは再び使用でシバを刺激しなくなったうんなるほどシバがエイに 太田のに拝礼をせず天使が外出すればその先導として栄誌を置きそのためまたたやすく上層して訴えられるようになったのはこの時以来改正されたものである外環状がじめ芝を拝命した時まだ伝門から退出しないうちにその単位を断って注釈単位は上着ともすそを連接した衣服。 その単位をもったって、地面から離れるように短くし、体幹をかぶり、長剣を帯び、自ら死卒の射出を調べ歩き、その飲食や居住の状態を見、病気しているものには自ら病床を見張って異問し、医薬を施すなど、その処遇にすこぶる恩愛が,恩愛があった。一年経って交代する時期になり、 首相が宿営をやめて帰る卒の送別会、えー、送別縁に臨むと英卒数千人がことごとく高騰し自ら皇帝もう一度改めてさらに1年間とどまって任期を更新しこれによって外環状の高徳に報いたいと願うた選定はこのことをよしとし外環状を対中退府に任じ 対中,中台風は論議を司る実は非戦績死者として風俗を巡視させた褒めて推挙しあるいはけなして退けたことが多くその奉仕は主張の御意に可能だ抜擢されて司令行為となり球団を回避するようなことがなく事の大小にかかわらず上げ外装することが多かったが 平和感情の法適用に対処してその一般を持ち他の一般は純国すぎるのでこれを用いなかったまた後継奇跡及び軍国の役人で武薬を教師あるいは使者として長安に来た者は皆外感情を恐れて金を犯そうとしなくなりそのため慶子は覚醒された平穏公巨伯が新築の邸に屋敷に入り 上将御子、将軍中二千席らはいずれも皆経河に行ったが外環状は行かなかった「巨白に壊れたためやむを得ず出かけて行き政界から登って東向きに一人座した巨白は自ら酒の尺をして外君は怒れてこられたのだから」と言うと外環状は「私にはたくさん継がないでください私は手羅ですから」と言った。 すると上昇義功が笑って「義功はあなたは」ってことですかね「義功は冷めていても酔う冷めていても狂うどうして酒に限ったことだろうか」と言ったので一座の者が皆外観上に注目してこれを見下げた酒が竹縄になり音楽が入ると調身尚布團長圭が立ってまい 猿と木工は猿と犬が喧嘩する所作をしたので一座は皆大笑いした外観上は心中面白からず部屋を仰ぎ見て探索しなんと美しいことだが吹きは常なきものゆえたちまちにして中の人が移り変わってしまうここは宿屋のようなもの次々に多くのお客が経過してゆくのである。 ただ、謹慎ししていれば長持ちすることができましょう。「君公は、ね、つまりあなたは自ら戒めないで良いものでしょうか」と言いそれをうに席を立って急ぎ足で退出し長身娼婦が列強の列桂の身をもって猿舞木工の舞をしたこと霊を失し不敬であると断劾相乗した。 首相は娼婦を積みしようとしたが虚伯が娼婦のためにわびたためやがて首相の意が解けた外観上は生来豪直で季節が高くその志はうに頬ずることにあった家が貧しく奉戦は月数千戦その半ばを樹木となって、えー、手下ですねとなって情報を提供する離民に窮した。 身は司令であるのにその子は常に歩行させ、まあ、車に乗,乗んなかったってことですね。身代わりを取らず自らほっぺんの守りにつかせた。普通はあのお金を出してですね他の人に言ってもらうのですが、その公平連恥なことこのようであった。しかし深刻で人を落とし入れそこのうことを好み位にある者および奇跡の人が皆彼を恨んだ。 「またことを言うてそしることを好み首相の意向に沿わなかった」「首相は彼が呪者であるため手厚く入れて用いたがしかしまた千任昇進させることができず同列行進のうちのある者はすでに休憩に至っており外環上は自分の行いが清く才能が高く国家に有益であると信じていたのに凡庸な者に追い越されいよいよ失望して心よろしからずしばしば上昇して乾燥した」 大使諸子王政は注釈官名大使大夫に属する賤六百石大使諸子王政は外観上の設義を高いとしながらも彼がこの世であることをよくないと考え所簡を与えていった「名手は君が潔白公正で威力の強いものをも恐れないことをご存知であるからこそ」。 君に視察の位を命じ君に奉仕の権を欲しいままにさせすでに尊官公録を君に施しておられるのである君としては朝夕に当政の事務を思い法を奉じ教科を述べ天下のことを誘浪し日ごとに益があり月ごとに功があってもなおそれでも職に可能て主穏に報いるにはまだ足りないのです。 古来の知性には三王の道として執着、えー、三王というのは「蚊陰衆」「蚊は中を」「陰は質を」「衆は文をたっとんだ」えーと「忠義の中」は室「陰は質」えー室「物質の質」ですね「衆は文文学の文」 三王の道としてそれぞれぞ制度がございましたしたかし今君が職に従うことのみを務めないでかえって太古苦遠のことをもって天使を強制保筆しようとして用いられず聞き入れられがたい言葉をしばしば進めそれによって主張の左右を投やしようとしてもそれは黎明を挙げ寿命を全うするゆえんではありません。 今ことをえ今ことを用いる人は皆法令に通じその言は君の字を取り繕ろうて己を偽るに十分でありその文は君の過ちをこしらえ上げるのに十分であります君が虚子の気高い行いを思わないで注釈、 霊弓に「君子なるかな巨、虚白玉国に満ちあればすなわち使え国に満ちなければすなわちまきてこれを懐にすべし、えー、つまりこれをくるんで隠しておける」とあるものを指す戻ります虚子の気高い行いを思わないで師匠の取るに足らぬ行いをしたい注釈 ご師匠は御を夫妻を諌めることも抑え止めることもできないのを知ると正に使いしたおり御の将来を危うんで我が子を正の人に託したがそのことで残勢られて落とし入れられ自滅した <laughs> 戻ります御師の気高い行いを思わないで師匠の取るに足らぬ行いをしたい限りなく貴重な体を持って計りがたい危険に臨むのを君のために密かに浸通しております 「そもそも君子はうちに直でしかも抜きんでず外に極でしかも屈しません」「大河の詩にすでに名かつ鉄持ってその身を保つ」とあります。「注釈詩大河上民の詩名は聡明鉄は地理に明るいこと」「恐怖の言葉でも聖人はこれを選び取りますただいささかなりと聖殺なされよ」 外感情はその弦に納得しなかった。弦を入れる。っていうのが納得。入れる、納得の脳ってそう、入れるってことですね。当時、衆生はまさに刑法を用い。中傷書勘案を信任していたので、中傷書。というのは。 えと刑法は刑に処せられたことのあるもの刑法を持ちの刑法ですね刑に処せられたことのあるもの刑与者刑の余りつまり求刑された勘案を指すか勘案を中傷越写令に任じ証書・掃除を司さどらせたのは武帝に始まる中傷書とは 中越車令後の中越車令とか中書令が少々の任を兼ねたことから来た名称か、まあ、要するに宦官,官ですねを信任していたので外官城は封じを創上し今や聖堂は次第に廃れ呪術が行われず敬意者を持って敬意者っていうのが宦官,官ですね。 形容者を持って周公正公に変わる数軸の地位にあて法律をもって詩書に変えておられると言いいまた「漢詩液伝」の字を引用し「漢詩液伝」というのは漢詠の液伝太平魚百193の引くところの漢詩外伝にも以下の語がある戻りますうーん違うか に「監視駅伝」の字を引用し「御帝は天下を官にし三王は天下を家にす家は持って子に伝え官は持って県に伝えること指示の運行をするごとくであってこうなる者は去りその人を得なければそのくらいに置かないのでございます」と言った。 その上書がそうされると主上は外勘上の演望が結局改められないのでその書を中二千席に下げ渡した時の七金吾が注釈七金吾は官名その人は孝行という名の者の時の七金吾名前孝行という人がこれを義師外勘上の主旨が禅状を求めようとするものであり注釈 えーと原文はこの「善」ってなってますね「善」を求めるこれあのもともとの原文だと「線」になってますね「えーと段の土辺じゃなく「示め線になってるんですかね「定位を譲る」の「善」状ですね戻ります 外官状の趣旨が善事を求めようとするものであり大逆不動であるとした。寒台夫帝将は外官状が忠直で国を憂え言うことがその意に当たらないで分離にそしられ挫折したことを憐れみ痛み上書して外官状を弁護し褒めていった。山には猛獣がおりそのため赤座や豆の葉が取られず。 国には中心がおり、そのため横島が起こらないと真は聞いております。注釈、赤座というのは、食用の植物、その葉は貧しい人の食用。戻ります。司令行為外観上は、折るに安きを求めず、空に開くことを求めず。注釈、以上は論語、学児の講師の言葉。 おるにやすきを求めず空に開くことを求めず進んでは国を憂える心があり退いては切に死する儀があり神は虚子の外族たる恩内のあるわけではなく注釈虚は虚伯で先皇の父死は死皇で先帝の外籍。 指紋は「金じって」と「長安政」「帝に親近されている心」「職は司祭にあり道を直くして行い敵が多く同志が少なく上書して国事を述べたのに役人が断劾して大逆としました」。 秦は幸い、台風の罰石をけがすことを得、漢は漢を持って名としておりますので、あえて根性せずには折れません。首相はこれを聞き入れず、ついに外漢上役人の手に下した。外漢上は配当を引き寄せ、北門の下で自ら首跳ねたが、これを哀れまぬものはなかった。以上、外官上伝終わる。 次に諸葛,法伝戻ります諸葛法はあざなを将棋といい牢屋軍の人である慶書に通じていたので軍の文学となり独立し豪直なことで有名であった皇婦が魚師待遇となると諸葛法を俗官に任じ自漁師に推挙した原点に抜擢されて司令行為となり球団を回避することがなく軽史ではそのためことわざができ この頃、なんと久しぶり諸葛に大手や,やられたのさというものであった注釈一説にこの頃、司令行為として賢者がなんと祖葛したことがご無沙汰したことかしかし今や諸葛を得たとする要するにこの久しぶり窮葛の葛と諸葛の葛が 陰を踏んでいるということなんでしょうかねはい首相はその季節を良いとして諸葛法に窒を加えて公録対応とした時の時中巨匠は外籍として聞こせられ社士隊員で報道を放ぜずその品格がことを犯せばそれは省とえ巨匠と互いに連携があった 諸葛法は巨匠を取り調べて断劾しそのことを想像しようとしていたところたまたま京次中が使用で外出したのに出会い巨匠ですね諸葛法は車を止め新設を、えー、すなわち旗印を差し上げ巨匠に見事乗りして「おりよ」と言いこれを収容さしようとした。巨匠 この新説というのは竹の絵八尺の竹の絵にカラウシ防ウの尾をつけた旗印巨匠は切羽つまり車を馳せて去り諸葛法はこれを追うた巨自中はえ自中の巨匠はそのまま窮門に逃げ入ることができ自ら天使に救いをこうた諸葛法もまた上僧しこうして諸葛法の 新説が旗印が取り上げられた司令が新説を持たないようになったのは諸葛法から始まったことである諸葛法は上書し詫びていった「新諸葛法は才をとり気弱く文において善を進めるに足る,計りごとえ足る才能がなく文において蛇を捉えるに足る力量も持っておりません」。 陛下は真の納費をお諮りにならず指令行為に任せられましたがまだもって自ら表すほどの功績がなくその上また真に秩を加えて功禄待遇となされましたが官位尊く責任重く真のごときがおるにあたる地位ではございません。 また、年老い体の衰える弱いに差し迫りにわかに溝にはまりのたれ死にして高徳に報いることなく論議の死に秦が政を補えないことをそ知らせ長く六盗人の疎散ですね六盗人の汚名を得るのを常々恐れております。 それゆえいつも願うことは一朝の命を捨て時を待たないで関心の首を断ち切って市場に駆けさらしその罪を書に編んで悪を行うた罰を司法に明らかに知らせることでありその上でなら退いて不悦の忠についても誠に真の満足に思うところでございます。注釈不悦は斧とまさかり意味は敬具 「そもそも不意の死にさえなお憤敬の交わりはあるもの」「注釈不意の死は無意無観の死」「憤敬の交わりは生死を共にし首をはねられても悔いないほどの親しい交わり」今「今天下は広大とはいえかつて切に不死、義に死んだ」 はおおむねことごとくかりそめに他人に取り入りへつろうって入れられることのみを求めおもねり組みして利用し合い歯科の利を思い国家の姓を忘れております汚れ濁りの気が上がって天に観能しそのため再編がしばしば現れ民は困窮しています これは進化の不中が致すところであり、真誠にこれを恥じてやみません。およそ、人情として安存することを欲せず、危険・滅亡を望まないものはおりませんが、しかも忠義の真・生殖の死が災いを避けないのは誠に主君のためなのでございます。今、陛下は天の王ごとく地の乗せるごとく法要、下回るも,ものとてなく、少々例。 行を通じて私諸葛法に書を保てそれ司令なる者は不法糾弾し善を善とし悪を悪としこれを私することのできないものである努めて偏らず穏やかな立場におって芸術の意に従えと仰せられました。 恩のの深く徳の厚いこと私諸葛法は頓守してありがたい幸せに存じます。心は密かに憤慢に耐えませんので注釈憤慢は心の結ぼれ塞がること。願わくは官賀の折に謁見を賜りたくただ陛下にはいささかなりと慈しまれんことを。主情は許さなかった。 その後、進言した事柄がますます用いられなかったので、諸葛法はまたも上書していった。神はこう聞いております。八鬼は孝校で親に捨てられ、師匠は忠義で君に忠せられ。陰公は慈愛深くて弟に殺され、宿部は定順で兄に殺された、と。注釈 えっとインコは慈愛深くて弟に殺され」というのはロのインコは弟漢皇を立てて講子とするつもりだったがまだ年少だったのでしばらく「えー、節意した摂衣摂生の説に暗い摂衣したのについに漢皇に殺された」。 それから「宿部は定順で兄に殺された」というのは A の「聖功の弟宿部すなわち「衣祝」は兄の聖功が真の難を三神の真ですね真の難を避け陳に出奔していた間兄の命により国を守っていたのに後聖功が弟を疑ってその目浴中に殺させた以上「デン 紀行28年この「帝」というのは兄によく使えること戻りますそもそもこの志士の行いは屈原の才をもってしてさえなお自ら表すことができないで経陸されました。これは何と考えてみるに足らぬことでしょうか 私が我が身を殺すことで国を休んじ宙をこむることで君を表すのは私として誠に願うところでございます。しかしただ恐れるのはそこに何ら保益するものがないと言われ多くの邪心に排撃され残言の途にその野望を遂げさせ聖直の死の道が塞がれることで忠心が心を破られ父が口を塞がれる。 こここれれそ、の恐れるところでございます。諸葛法は春夏の功に人を獄につないでさばいたので位にある人々の多くが彼の短所を根情した注釈、万物生成の春や夏には刑の執行を延期する習わしがあるため。 戻ります。主条は諸葛法を移して門え縄文行為とした諸葛法は上書して興六君習慣と興六大夫長毛を告発した主条は諸葛法を正直でないとしそこで漁師に直後を下していった縄文行為諸葛法は先に興六君えー、公六君習慣 大夫長毛と共に朝廷にいた時しばしば習慣と長毛の美点をたたえていた諸葛法は先に司令行為となって支持に順応せず執着先ほどの春夏の甲に人を獄につないで裁いたことを指す支持に順応せず 規則の通りもっぱら過酷亡霊を行いそれによって虚しい威力を得ていたが陳は彼を役人の手に引き渡すに忍びないで縄文行為としたそれでもその事情を己の心に反省しないのみかかえって習官や長も恨みこれに報復しようとして証拠のない字を取り調べ上げて告発し 検証しがたい罪を暴き荒だてて心を欲しいままにしある時はそしりある時は褒めて善言を顧みないことこれ不審の大なるものである賃は諸葛法の老齢を憐れみ刑を加えるに忍びないそれ諸葛法の職を免じて庶民とせよ彼は家にいてその生涯を終えた以上諸葛法の伝記終わる 次劉補劉補は華冠国にいた喪失の人である高齢の家をもって推挙され上妃剣の霊となった注釈三島蘭代すなわち林金っていうのかなの青難上書して政治の特質を言い証券された主情はその才能目で このビっていうのはめでるまあ褒めるってことですかね。抜擢して官大夫とした。たまたま正定正定は長少友を立て皇后にしようとして執着。長少友はあのいわゆる長妃炎っていう人ですかね。少友っていうのが徐安明。 長少與を立て皇后にしようとしてまず御事のりを下し少與の父凛を奉じて劣行とした。劉鵬は上書していった。神はこう聞いております。天はこれに組みする者に必ずまず不随をたまい天はこれにたうう者に必ずまず再編を下す。これは神の報いであり自然のしるしであると。 昔武王宗公は天地に受けしたごうて行の随調を受けましたが注釈宙を打つ時に白い儀を赤い鳥の赤いカラスの随調を得た以上が金文章書戻りますしかもなお君臣は慎みを恐れ眼色を変えて戒め合いました まして末の世にお世継ぎの幸いを葬りたまわずしばしば脅しと怒りの蔡烏を受けておられるのではなおさらのことでございます。明日夕べに自らせめて過ちを改め行いを変え天命を恐れそぎを思い夕徳の世をよく選び取り注夕徳の世の世。 えーとこの「世」っていう「世界の世」という字ですがあるいは世継ぎの意味「有徳の世継ぎが得られるように選ぶ」「有徳の人が生まれるようによく選ぶ」「戻ります有徳の世をよく選び取りしとやかな淑女じを占うてめ取り」こうして素病を受け継ぎ「宗、えー、病」を受け継ぎ「神の心に従い仁義」ですね。 えと天,天神地義ですね天つかみと国つかみ日本的に言うとですが仁義の心に従い天下の望みを乱されても子孫の幸いをお受けになるにはなお遅すぎるかと恐れますのに今かえって情に触れ欲を欲しいままにし非戦な女人に傾いてこれを天下の母にしようとなさるのは天を恐れず人に恥じず惑いとしてこれより大きいものはないのであります。 ディゴに。吹きは持って柱となすべからずえー、吹き不服。不僕は持って柱となすべからず、非人非人は持って主となすべからずとあります。注釈えー、リゴというのは田舎のこと。わざ柱と中ですね。柱中と主で韻を踏んでいる。 天や人の組みしないことには必ず災いがあっても福のないことは姿勢の人や道を行く者も皆これを知っておるのに朝廷にはあえて一すする者もいないなことを神は密かに追しております自ら思うに同性のゆえに抜擢することを抜擢されることを得法禄を虚しく判で府中であり感想の感触を侮辱しておりますので ここににあえてて死をかけて申し上げずにはおられませんただ陛下、うん、ただ陛下には深くご清察くださいますようにこの書が上奏されると首相は事業死に命じて留保を収容捕獲させ駅亭の秘密の獄につないだが軍神にはその訳が分からなかった。 注釈、液亭は救助の居住する高級液亭の極は小極の際あの,帝の御子とのりによって行われる裁判ですね官官が令状としてこれを司る戻りますここにおいて朝廷の左将軍神経騎右将軍連邦後六軍、四胆、対中台風国営が共に上昇していった 神羅はこう聞いております冥王,に冥王は寛容の印を垂れ乾燥のつかさを尊び広く忠直の道を開き狂犬の言葉を積みせず忠釈狂犬は並外れて大志あり宗,宗主の堅いこと忠庸の道に合わないこと戻りにます。 狂犬の言葉を積みせずしかる後百両が位いにいて宙を尽くしはかりを尽くしても後の災いを恐れないで済み朝廷にへつらいの死がなく元首に出動の誤りがないとひそかに官大夫留保を見ますに以前兼霊のみで証券を求められ抜擢されて官大夫となりましたがこれは 彼の言に必ずや卓然と衆に異なり切実を極め御心にあたるものがあってそのために抜擢されてここに至ることができたものと存じます。10日の間収容されて被告に下っておりますが信羅愚かながら思いますに龍補は幸いに皇族の親縁として頼むことを得関心の列におりますものの新たに角よりえ田舎より来て まだ朝廷の「帝」を知らず「帝」えー「帝祭」とかの「帝」というふうに使っておりますが <coughs> <coughs> 有様決まり格式「帝」を知らず一人陛下の危機に触れたものであり注釈危機」は意味嫌うこと深い過ちとするに足りません商材はただ因認なさるべきで もし大役があればその時こそたちまち裁判官を整え囚人にその罪状を納得させて共にこれを罰すべきでございます。昔真の長官氏は二国を分割するためその大不明徳を殺しまた公私を招聘しましたが公私は甲賀にいたりこれを聞いて引き返しました。今、天の心がまだ喜ばないで、 範囲がしばしば下り洪水干ばつがこもごもいたりまさに寛容を高め家紋を広くし生殖を褒め過剰を尽くすべき時にあたっておりますのにしかも無ごく厳しい宙を乾燥の真に行うて下地も古い驚かせ忠直の心を失わせておられますたとえ流歩は直言の罪に挿したのでなくてもどうして罪に挿したかが判然しておらず 天下は家ごとにその理由を納得しておりおりません。同性の謹慎というものは、もともとことをあからさまに言うものでありまして、その真を収め整え宙を養い育てる大義からすれば、まことにこれを益帝の獄に優秀すべきものでございません。後継より以下は陛下が。 流法を登用することの速やかでこれを折り破ることのにわかであることを見人心は恐れを抱き精鋭な兵も士気が消え衰えあえて忠節を尽くし制限しようとする者がなくなるのは春帝があえていさめようとする者の,のために功を設けてその言に聞くことを明らかにし特備の封を広くした方法とは異なるのであります注釈「特備は徳の美」。 徳,美の風徳が美である風を」ってことですかね「信羅心密かに深くこれを悼んでおりますただ陛下にはここに御意をとどめ診察小札遊,遊ばされますように各手首主は流法を移して強行の獄につなぎ執釈、強行とは大孟の時娼婦を強行 都会そ行の極につなぎ死罪一等を減じ神の刑を論告した着鬼神の刑は刑罰名3年間創病に供する滝を取らせる戻ります家にいてその生涯を終えた以上流補の伝記終わる次定数 定数はあざ名を私有といい元高密国の豪族でよよ、王家と互いに婚姻を通じていた祖父が資産家だったので平領に移住した注釈平領は懸名、長安の西北七十里小帝の領がある父帝品は法令に明るく御師となって高校に仕え注釈 皇吾は限定の時の御子大夫公平正直なことで有名であった定数は年少で軍の文学士となり上昇の大社族に至った忠釈大社族は上昇府所属の官名弟定律は皇吾皇吾旗と同じ氏について学び 互いに友達で仲が良かった。不器が大芝となって定数を推薦し、定数は相手に抜擢されて少々木屋となった。重借官名、少々霊の福少々霊は少婦の俗官 戻ります。しばしば一見を求めて乾燥し主情ははじめそれを才能した謁見するたびにめし側の靴を引きずっていたので主情は笑って「わしは低少々の靴の音を聞き分けることができると言った」やがて主情が祖母・楓太公の重帝「章」を報じようとしたので定数は勇めていった。皇帝は5人のおじを 封じたと,こうじたと、うんもといえっ、ー、と「皇政皇帝は5人のおじを皇に報じたところ天が釈耗色赤黄色になって昼なお暗く太陽に黒い木が現れました今陛下の祖母の重重慶帝二人が、まあ、いとこ二人がすでに皇となっておられます。 公共校は公共校というのは不安という人公共校は皇后の父でありますし公武校は公武校は不起大司であるから参考公武校は参考としてほぜられやはり不死と因縁がございます。 今何らの理由もなくしてまた賞を報じようとするのはえーっと「制度を回覧し天神の心に逆らうものであって不死の幸いになりません」。神は死からこう聞いております「日に逆らうものはその極まるところ弱く」。 日じゃないや陽に逆らう者はその極まるところ弱く陰に逆らう者はその極まるところ不吉で若字にする注釈以上は琉教の御飯御行伝の字陽に逆らうとは仁君は天に乗っ取るゆえ君たる道を失うことを言う陰に逆らうとは土は陰にいするゆえ土星に。 うこと、すなわち繁殖の機能を失われることを言う戻ります。また人を犯す者は乱暴の患いがあり、えー、と神を犯す者は病んで若死にする災いがあると注釈。防逸した終書の変の字 王者は労働の慣難を知らずただ狂楽に老けているから天に見放され長生きすることができないの意味。んなんか違くないこれは次のやつですね。ごめんなさい。今のところそれはですねそれゆえ宗公は戒しめを表しこれを慣難を知らずただ短絡にこれ従い時にまたよく長生きすることなしと言っております。これが今のところですね。 先のところは人を犯す者は云々は終無武通編の字戻ります。それゆえ衰えた世の君は若字にして早く没しますが、これは皆、陰を犯した害によるのでございます。真、願わくは、真名をとして国家の過ちに当たりたいと存じます。確定 かくて定数は「少書を受けるための机を持って立った」「案は机」「一説に文案つまり少書の文の下書きとし下書きを持って立った」と解する「不っ行は大いに起こって天使たるものがどうしてかえって一進化に宣制されることがあろうぞ」と言った主生はついに見事のりを下していった。 陳はおそなくして孤児となり皇太太后は恩自ら養育され無月を免れると礼をもって教え導かれ成人してからもその御徳がまことに盛んでありますこの恩徳に報いようと欲しても皇天のごとく極まりないのであります忠釈以上司教将が陸がの死父母の恩徳に報いたいと思っても天の極まりなきがごとく大で 報いる方法を知らぬ意味「後天」っていうのはいわゆる「天」先には皇太太後代待望の父を追合し崇祖皇としたが主に徳の報いとしてはまだ格別のものではなく秦は甚だこれを恥じている「次中降六台風昭和」 「皇太大号の父の同福の弟の子で近い時から皇太大号が八代太大きくしたもの、恩義において最も親しいそれ章を自称序章公に報じ数祖公の後継とし改めて数祖公を序章愛公と号する」。 定数はまた当件に対する貴重がどう過ぎていることをいさめこれにより重ねて罪を得たしばしば職務上のことで首相にけん責された病を起こし首におできができたので骸骨をこい辞職しようと思いながら果たせないでいた少書令長所はへつらいのとで平素から定数を邪魔者にしていたが定数が首相から疎んぜられているのを知り そこで定数が相続のものと内通し横島を行うている疑いがあるから取り調べていただきたいと相乗した。主情は定数を責め「君の門はまるで商人のように品格の往来が多いが」「注釈、君には生託するものが多く品格との交通も激しい」。 戻ります「何のため主情のわしを厳しく留め立てしようとするのか」と言うと定数は「真の門は盛り場のそれのようではありますが真の心は水のように清く澄んでおります」「どうか徳とお調べ願いと存じます」と答えた「主情は怒り定数を極に下し徹底的に取り調べ定数は獄中で死んだ」 以上、定数伝終わる。孫邦伝孫邦はあざなを資源と言い,い、衛星軍、遠慮の人である。注釈遠慮はカナン遠慮の西南。明系の課を持って軍の役人となった魚子大夫中朝長中長が 孫邦を召して配下とし我が子に慶祖を享受させようと改めて宿舎を改装掃除し家具器物を設備した孫邦はそのことで自ら罪を裁いて立ち去ったがその際長中が再三これを引き留めただけに心中穏やかでなかった後孫邦を部署して主護とすると注釈。 主は感銘文書帳簿を管理する園氏の長孫法は宿舎に移り住んでかまどの神を祭り隣近所を招いた長忠は密かに見てこれを不思議に思い親しくしているものをやって孫法に問わせた先に大夫が君のために大きな宿舎を改装し設備したのに あなたが自ら罪を裁いて立ち去ったのは、高い節操を保とうとなさったからでしょう。今、上昇御子両夫の公説の主は主母の職を賊として成りたがりませんが、あなたはすでに主母となり、宿舎に移って花だ喜んでおられるのは、なんと前後矛盾しているのではないでしょうか。 すると孫邦は言った「公説の死が主母になりたがらぬのに大夫の君は私をそれにふさわしいとし役所中の誰一人それを不当であると言わないなら死たる者どうして己一人自らたかしとしておれましょう」。先後の大夫の君は零息に書物を学ばせるため私孫邦をご自分の手近に移そうとなさいました。 礼では「来たりて学ぶことはあるも義として行きて押しうることなし」と「道はこれを屈してはなりませんが見惑したとて何を悼むことがありましょう」ともあれしたるもの地儀に巡り合わなければ見送してなさざるなしまして主母の身ならばなおさらのことでしょう」長中はこれを聞いてはなはじり上書して孫法を軽書に通行する失眠・正直な人物であり 謹慎として備えるべきであると推薦した義老となり次いで艦大夫に移った下中注釈降下は清帝の時の年号その元年は西暦紀元前20年いやもうカウントダウン入ってるその時帝の叔父えー、ちゃうちゃうちゃうえっ、ー、と硬貨年間 高官軍,に高官軍に軍刀が起こり孫法は選ばれて益州の志士となった高官軍の大守古将という者は大師は釈将軍王恩の姉の子であり軟弱で職に耐えなかったえーと 孫邦は認知に赴き自ら三国に行って軍党に輸告し本来の死亡者だけを有罪としたそのため賊の大物までが皆過ちを食いて自ら出ることができ距離に返された孫邦は直命であると偽りかこつけた己の罪を自ら裁き 古生、えー、が蘭の主界であると相乗したが注釈、えー、とこれはこの古生という人が職責に耐えずその結果俗が起こったので蘭の主界といったまるで春秋の筆法戻ります。 古将、えー、が乱の主戒であると想像したがそれは春秋の義において <laughs> やばい本当だ主悪を中するのみとされていたからであった主悪というのは悪人のかしら。春秋九陽伝紀行二年に見える子戻ります古将もまた孫邦が放免した賊のうちにあるいは資材に座すべき大物がいたことを想像した古将は召されて極に下り 損保は死罪に処すべき賊を失うた罪に出し職を免ぜられた駅州の離民は多く損保の功績を述べ釈将軍のために敗撃されたのであると言った釈将軍王恩古将、まあのおじさんにあたるってことですかね首相は再び損保を紀州志士に任命しついで上昇士直に移した。 注釈武帝初めて置く「えー、上昇ですね実はひ、えー、実非二千石」「上昇を助けて訃報を上げるを司る」「戻ります」「その時帝の叔父公陽公龍が品格を使い南軍の大衆李将の手引きで未婚の草地数百景を占領占有して開婚させたが」 注釈一計はた百歩一節に12え十二歩半一歩は二百四十二百四十歩,歩言いにくいな要するに一辺が二百四十歩ってことですかねどのくらい広いんだろうその中には民が勝婦から借りた貯水池が相当にあり いずれもほぼ開発されていたものであるのに龍はこれをも新しく開墾した土地に含め上昇して勧誘にしたいと願うた軍に見事のりがあってその他に均等の代価を弁償させその結果次価より1億円以上も高価になった損保はこれを聞き 上詩を使わして取り調べさせその寛悪を暴いて龍章は寛悪を隠し髪をなみし,し狡猾不動であると断劾して相上した章、えー、大主の李章ですね南軍の大主李章は極肉だって死に龍は公陽公龍は 住みせられなかったとはいえ後に兄の大芝英将軍将が孔次順序からして将に代わるべきであったのに主将は竜を飛ばしその弟旭陽公昆を持ち大芝表記将軍としたたまたま駅州の藩医が法を犯し覇職の地方がすこぶる不安になった。 首相は孫法が西法に著名であったことによりこれを交官軍の大処に任じ中2,000隻を付置し黄金30金を保ったこうして万位は安定し利民がこれを称えた召されて慶長院となった元の役人公文は強直で卑しくも他人に迎合せず常に病と称して仕官しようとしなかったが孫法は御礼をもって文に 公文に来い不意の友になろうとして毎日主食を設け妻子ともども接待した注釈不意の友は地位身分を離れて交わる友戻ります公文は部署を受け続刊になることを求めその真剣する礼法を品礼の通りにした 注釈品例は古代の五礼の一つ客を迎えもてなす儀式戻ります数ヶ月して立春の日に公文は東部特有に部署された注釈東部は軍を東西の二部に分けその東部を言う特有は軍手の補佐役で俗剣を巡殺し管理の成績を調査する 戻ります入って一手まみえると孫法が公文を戒めていった今タカハヤブサが初めて羽ばたいてヒチを捉えることになったが注釈えっ、ー、と 今日のこの日はいらない園児のようでございます来季月領に立秋の日高砂は中津ですかわかんないな五、えー、行詩第七条に立秋にして鷹早草を打つ秋分にして尾草、えー、を下るとある鷹とはやぶさは共に猛禽で狩りに用いられる戻ります はやぶさが初めて羽ばたいて飛調を捉えることになったがそのように天気に,天気に従って <coughs> 感覚を打ち取りこれによって幻想の宙を成就すべきです。注釈、幻想というのは草木を草木を枯らす厳しい霜、も刑罰の厳しいことに例える。 先ほどの引用文の立衆にして「高はやぶさ打つ衆文」にして「ビソを下る」ここのビソを下るここに対応するようでございます。今高はやぶさが初めて羽ばたいて非常を捉えることになったがそのように天気に従うて感覚を討ち取りこれによって幻想の宙を成就すべきです。 そなたの部にはなんとそうした相手がおりましょうかそんえー、と公文は孫邦を仰ぎ見て「そうした相手がいなければ私とてあえて虚なしく職を受けるようなことはしなかったでしょう」と言った「孫邦はそれは誰ですか?」と聞くと公文が「覇領の土地記」でありますと言った。 孫法が「その次は」というと公文が「孫法が道を横切っているのにまた懲りのことなど問うておられません」執着「孫法は山犬と狼」「代を見逃して賞を取るべきではない」という意味「孫法は目前と黙り込んだ」 栃木というのは大胸郭で栄意、順右朝太閤路昭井らといずれも仲が良かった孫法はも、えー、先に釈将軍のことで失敗し公用公とは隙間があり劇があり自ら危険に陥れられることを恐れていた。 当時純右長はあたかも首相に寄稿され孫法を友とし孫法もまたこれに就こうとしていた孫法が初めて慶長院の任に就いた時純右長にえー、っと土地記の身を託されたことがありそのため孫法は窮して公文の言葉に応対しようがなかったのである 公文は孫法のがっかりした作然とした、えー、がっかりした気配を不思議に思ったがそれには何か訳があると察し寄っていったあなたは冥府はというのはあなたは大主の意味ですね大主の損傷 孫法は慶長院であるのでこのように呼んでいるあなたは元異名が高いので高いのですから冥、えー、府様はとか私は言いたいですけどね今はあえて土地機を討ち取ろうとされないでしばらく部屋に閉じこもっておられるのがよく何もお問いにならないでくださいこのようにして年が終わっても離民は誰もまだ まだあなたを不言しようとしないでしょう注釈不言はないことをあるように言いふらしてそしるまあ、武国ということですかねもしも栃木を見逃し他のことをお責めになれば宗の口がやかましくなりご自分で生涯を台無しにすることになります 関係は難しい「損邦はご教授に従いましょう」と言った「土地は樹木すなわち手先の情報にぬかりがなくこのことを分置すると門を閉じて近所とも往来せず家の裏の土塀に穴を開けて小さい戸口を作りただ隙をもって自ら畑を耕し文が 康文が手厚くしてくれたため、こうして自ら謹慎し、心を改めたかのようなふりをした。康文が、私は幸いに、栃木とは距離が同じで、もともとまな汁をそば立てて睨んだほどの恨みもないが、注射外えっ、ー、と外しまな汁ですね。外はまぶたの周り。 死はまなじり目をそばだてて睨んだくらいのちょっとした恨み戻りますただ軍章の命令を受けたことを思えば職分として相立たさねばならないのである彼に,してもえ彼にしてもし誠に自ら改めることができるなら現象も善事を裁かないが もしも心を改めずただ上辺を改めただけならもっぱら災いを促すだけのことである」と言った栃木はついにあえて法を犯そうとせず損邦もまた年の終わるまで誰をも咎めなかった翌年栃木は病死した損邦は慶長院たること3年に及び慶氏はこれをたたえたたまたま準右長が失脚したため 孫孫と孫育らも皆連座して官を免ぜられた公文はまた役人を辞めて去り家で死んだ栃木の子塗装はあざ名を君号と言いい名声は栃木の右にいで遊興の戸の中に数えられた相手は位につくと 尊法を召して艦隊を落とし次いで司令に選任した注釈。司令は司令行為武帝が初めて置いたもの聖典の時司令と改めた紀保の救察を司るえ紀保は近畿の紀近畿地方の木に穂は助けるの法 はじめ不太鼓と中山公王の母・風太鼓は共に原定に仕え仲が悪かった。不太鼓は役人を使い風太鼓を取り調べて自殺に至らせ囚人はこれを無実の罪とした。孫法が再審を創生したので不太鼓は大いに怒り帝が指令を置いたのは主として私を検察させるためである。 主としてかな主としてえー、と注釈「司令の官は政帝の時一旦廃止されたが相手に至って復活された」「戻ります帝が司令を置いたのは主として私を検察させるためである風刺の背いたことは明白なのに」 くとさら挑発して私を悪者に仕立てようとするのであれば私はその罪に服しましょうと言ったかくて主将は対抗の意向に従うて法を極に下した少々牧野の当林がこれを感想したため主将は当林を徒党を組んでおもねるとし 敦煌軍の魚拓将の斥候に左遷した。注釈魚拓将は砦の名前。大芝吹きと甲麓大夫。京商が強引に乾燥したので、衆生はそのため大抗に献上し、損保を言い出して全巻に復職させた。 やがて定数が極に下ると孫法が上昇していった疎遠の者は謹慎のためを図らず外部の者のは内部のためを思わないと真は聞いております真は幸いに使命を幇受することを得職責は官悪を糾弾することにありますされば寄稿されている勢力化を避けることで陛下の主張の名誉を塞ぐようなことはあえていたしません 考えてみますに小書霊「少書霊」「小処例」小処例小は「僕や「数」のことを相乗し定数のことですね。 そのため、定数は極に下り、繰り返し取り調べられ、拷問されて死に瀕したが、ついに一言も白状せず、道路を行く者も、これを無実の罪と唱えております。え少々例は、長章という人ですね。戻ります。疑わしいのは、長所と定数に些細な縮縁があった それが次第にこじれて陥れ合うようになり旧門のうちで数期に預かる謹慎をはじめとして無実の残言を被り国家に損害を与えそしりを作ることが、えー、小さくありません。秦は長所を取り調べることを濃いそれによって終身の疑いを解きたいと存じます。 この書が上,昇されると上,昇上奏されると天使は心に喜ばなかったが孫法が迷信であって忠るに忍びずそこで上昇と大至空に直後を下していった「注釈御師大夫のこと聖廷の時に大至空」と改めたが 相手への憲兵二年を服して御師大夫としているから本殿の誤りであるとされる、まあ、大志偶というか御師大夫ですね二直後を下していった司令孫法は元の小書牧、えー、や定数の無実を創し小書令 長所を極に下して取り調べるよう行った「考えてみるに定数は謹慎でありその罪悪が発覚して明らかであるのに孫邦は邪心を抱き下について髪をないがしろにし春に偽りを作り上げてその関心を遂げようとしておることけだし国の族で,である古典にもあるではないか利口の国家を覆すを憎むと注釈。 は論語を指す、その八日の八日編の孔子の字「離口」というのは口出し者なこと「それ孫法の職を免じて庶民とせよ」相手が報ずると大門は王太公に申し上げ孫法を召して降禄大夫とし王春らと共に中山王を迎えに行かせた平定が立ち漢ってさっき言ってたのは平定の。 名前ですね違ったかな平定がたち孫邦は大師脳となったたまたま越水軍から皇流が皇の中を泳いでいたと上言してきた太子皇后大師とバグーらが皆これを随調とし王網の皇徳を称えて宗皇に並べ僧病に酷使すべきであるとした。 孫邦は言った「宗公は情勢であり将校は体験であります」それでもなお愛喜び合わなかったが経典に表して両方とも損なわれず黎明を得ました注釈宗公の摂政を将校が喜ばずそのため宗公は訓石というのはの書の衆書の編名でございますが訓石を表したこと。 君席とは将校,のこと将校が心中喜ばなかったことに対し周公が自分,を底自分の心底を神底を述べた語を士官が録したもの戻ります「今風雨がまだ時節にかなわず民が暮らしにこと足りていないのに何かことあるごとに軍心が声を揃えて風は雷動するのは 朝廷の美事でありえましょうかその時大臣たちは皆眼色を失い自中放射とい県官は即座に直後を受けて表議をやめた たたまたま孫邦は役人を遣わし母を迎えさせたが母が道中で病んだので弟の家にとどめただ妻子だけを迎えた死直陳数はこのことで孫邦を外装しことが三皇に下げ渡され孫邦は直に事情を問われた孫邦は年七十で盲録して紅葉の温情が衰え 最初を我が身に巡らしたことは、上層の文書の通りでございます。と答えた。孫邦は罪に出して、職を免ぜられた。家にいて死んだ。剣部年間、というのは五感ですかね。剣部年間、功徳のあった求心を忘れず、孫邦の孫、孝を所権の県庁とした。 諸剣は牢屋軍の剣三島諸城の西南以上尊宝伝終わる次武将流 武将竜はあざなをくん坊といい、東海軍蘭陵県の人である。注釈乱陵は三島、駅県の東。大島社記将軍、大恩は、内に少女のことをすべ、外に兵馬のことを司り、故事を受け踏まえ選んで十字中郎を置き、注釈、 十字中郎は幕府の官、中郎は本来天使の英心であるが英心として後継の幕府に従事したので各有戻ります防御に参与させることとし武将流を創生して十字中郎に任じついで官大府に選任した聖帝の末年武将流は封じを創上していった イにしえは諸公を選び宮中に入れて後継としその功徳を褒めました帝都王を召して国帝におらせ万法を治めさすえ、沈めさすべきでございます注釈国帝というのは諸公王の啓氏に設けられた屋敷その後首相はついに帝都王を立てて大使とし武将流を 紀州の終木をついで、英戦軍の大将に選任した。相手が即位すると。武将流は知積優秀により、一手慶長院となり、ついで質金吾に移った。その頃、侍中統計がまさに尊ばれており。 主将は中高門に命じ執釈中高門は娼婦の族間の公門令状に属する患者中高門に命じ武庫の武器を前後十0回にわたり取り出させて当権及び主将の乳母王阿赦に送った武将流は相乗していった 武庫の兵器は天下の功用国家の武備でその修理製造は皆大首脳の戦で賄われております大首脳の戦は常用をはじめ教養のためには救世られず供養や値切らいのしえ賜物はもっぱら勝負から支出されますけだし本来の蓄積をもって抹消のように足さず民の力をば無益の追へに供せず 孔子を分かち、聖露を示しているのでございます。古は諸公、宝博が聖罰をもっぱらにすることをえ忠釈、宝博は諸公の長。こうして不悦を賜りました。忠釈、不悦は、 斧とまさかり政罰の大将に賜って中殺をもっぱらにする印戻ります韓国家の偏境の役人は職責が他を防ぐにあるためやはり武庫の兵器を賜りいずれもその食事に任じた上でこれを受けたのであります春秋の義としてしかに兵庫を所蔵させてないのは 進化の意を抑え詩人の力を減らすゆえであります今当県らは弁平の老心注釈えお気に入りの進化で人君のもてあびもの今当県らは弁平の老心詩音の微笑でありますのに天賀の紅葉をおばその詩文に給し国家の兵器を取ってその詩家の備えに提供しております 民の力が老心に裂かれ武備兵器が微小に設けられるのはそのその建設け自体がよろしくなくこれによって共慢戦場の風を広めるのは手法に示しのつかぬところであります孔子は何ぞ三家の道にとらんにゃと言っております <coughs> 以上の論語八一の字陽の詩は 天使の祭りにだけ用いられるものなのにどうしてこれを陪身たる三か、すなわち炉の大夫既存宿村、中村の三子の道において用いてよかろうかの意味戻ります。神はそれを武庫に改修することをこう次第でございます。主情は喜ばなかった。 やがて不対抗は越車に命じて書館の費用を買わせこれを安い価格で引き取りまた質金吾の官費8人を引き取った武将流はその値の安いことを想像しそれを普通の価格に改めるようこうたそこで首相は上昇漁師大夫に直後を下していった「互いに譲り合う例が起これば偶然二国の場合のように訴訟はやむのである」。 宗の分能が聖白としてその訴訟を断じたため二国はそれぞれ恥じてやめたことを言う戻ります武将流は休敬に暗いしながらすでに朝廷の行き届かぬところを正さないのみかかえって創生して英進宮と価格の皇帝を争い露骨に草原し州が皆これを聞いている注釈英進宮は 不対抗の章不ののことですね。「その振る舞いは筋道によらず争い求める光明神がここから始まって百貫に示しがつかなくなり強化を破り風俗を誤つことになろう」「武将流には以前国を休んじた言説があったので注釈、帝王を召して国帝におらせるよう進言したことを言う」。 左遷して敗軍の問いとし、また南軍の大衆に専任した。大毛は若い頃武将流を下を徒をで交わったが、武将流の方ではあまり親しまなかった。相手が崩御すると大毛は政権を握り、大使と後攻に武将流を外装させた。先に武将流は奇州の襲撲として中山の風太公の極を裁き、 罪がないのに落とし入れて冤罪にしたゆえ、これを今のまま簡易にとどめ、中限に折らせるべきではないというのである。このことは、もともと中越社令、支流と事業士提言とが自ら司って取り調べた事件であり、武将流はただ、この二人と名を連ねて、相乗したに過ぎなかった。 流は当時中大木であり定元は泰山,山軍の大主であったまた小書令、長州長将は定数を残減したもので家大軍の大主であったがいずれも皆官を免ぜられ合法軍に流された以上武将流の伝記終わる次貨幣 貨幣はあざなを試練と言いい祖父は二千石の利として平与圏から平領に移り住んだ住職平与圏は序南軍の続権家南序南の東南戻ります貨幣は軍利となり大司空の縁にいたり家部に仕えた家部が貨幣の使節を高いとし 激務を処理できる人物として推挙したため長領権の例に任せられよく収まって道路に落とし物を拾うものがなかったはじめ強制対抗のせいか王子は尊ばれていたが注釈強制対抗は先帝の王皇后で王皇后でその父が強制皇にほぜられた先帝の母も王子のゆえ父の釈位と区別して言う 戻りますえー「強制大抗のせいか王子は尊ばれていたが次中の王林家が軽薄な教格と通じて慶視を乱し危うくした後法に触れて職を免ぜられたがその品格はいよいよ盛んであった長領へ母さんに帰ってそのまま連日留院した」。 王林家が法を犯すことを恐れ王です、ね、王自らその門に至って面会を求め王林家に「塚の辺りは郊外の物騒なところですからあなたはほのほどにしてお帰りになるべきです」と言うと王林家が「承知しました」と答えた。 以前、王林家は崋の上婦を殺し墓守の家にそのバネを埋めたことがあり崋平はそれをつぶさに知っていたが自分の在任中のことではなくまた王林家が面会されて間もない際であったためこれを暴き立てないで自分の館内におらせまいとしただけのことでありとにかく早速役人を付き添わせて送り返した王林家は平素から凶慢で 品格たちにこれを恥じたので貨幣は彼が返事を起こすのに備えあらかじめ兵馬を用意して待機した王林家は長領を去った後北の方慶水の橋を渡ると牙のぬぼくに命じ引き返し剣の呪文に至り注釈呪文は、えー、呪,呪文の字っていうのが要するに役所というこの頃まだ仏教はないので。 刀を抜いてそこの腱庫の皮を剥ぎ取らせた注釈一名は「食子植える鼓の」の食子木を立てその片端にかけた太鼓召集や門の開閉の合図のためのもの貨幣は自ら利兵を従えて王林京を追跡した王林慶か。 大林家を追跡した数十里行って林家に急迫すると林家はすぐぬぼくに自分の缶をかぶらせ代わってその繊維を自ら着込み注釈繊維は虚の裾の短い人へ車に乗って牙の動物を従え変装し感動からはせ去った。 たたまたま日暮れになって追いつき缶をかぶったぬぼくを捕獲するとぬぼくが「私は仁中ではなくぬぼくにすぎません」と言った貨幣は心中すでに臨家を見失ったことを悟りそこで「王君は苦し紛れに自分でぬぼくと称しているがそんなことで死地を脱出できるものか」と言い 役人を知ったしその首を切って持ち帰らせ剥がされた太鼓を土手の下にかけ置いて「注釈土手は軍犬の役所のあるところ元の寺中王林慶は人を殺して庁舎に埋め薬行して呪文の鼓を剥がしめた剥がしめたるに座す」と書き記した。 離民は大いいに驚いた。こうして王林家は亡命したが人々はやかましく騒いで彼が実際に死んだものと思った聖帝の太抗は強制太抗の関係で王林家を愛していたのでこのことを聞くと王林家のためすすり泣いて相帝に行った相帝は 貨幣に通って真相を知り、それを良いとして、貨幣を老政軍の大衆に移した。貨幣はさらに永戦軍の大衆に移され、両陽の元区と交代した。注釈、両陽は安城、西洋の南 元九はもともと孝行をもって管理となり部下の俗官のことを私有と称し過ちがあるとすぐ部屋にこもって自責し終生大現相互したことがなかった。軍中が乱れたので大坊が死者をやって元九を召すと俗官ら数百人が元九のために送別の宴を申し催し元九は地に伏して泣いた。 官らが冥府様にとってめでたいお召しなのです。そのように嘆かれるに及ばないのです。と言うと、元九は答えて、私は永賛の死を哀れんでいるので、我が身のことなどは何で案じよう。わしが重弱だとして召されたからには必ず剛猛な人が選ばれて変わってくるに違いない。 代わりの人が着任すれば倒れ伏すものがあるはずだからそれを悼んでいるだけのことだ」と言った元珠はかえって鼻族使者に任命された注釈「美風を述べ民族を強化する使者」戻ります当時英戦軍の証言は証書令として定位のことを兼ねすべ 権力を握って自由に振るもうていた弟の医が将医が軍の族,族官となり千金を収賄し隠していた貨幣が大主となって将帝医を訪れ挨拶すると帝医は缶を脱いで 弟のために死罪一等を幻じてほしいと来いえー、と証言のことですね早く、えー、証言がだから彰、えー、尉のことを頼んでるわけですね早く根幹の刑につかせるよう願うた注釈根幹の刑は頭髪を反り落とし首かせをはめる刑 戻ります貨幣が「罪のことは霊帝の身と君が司る法律とにあって大衆にはありません」と言った「証言は恐れて人を派手使わし弟を呼び寄せた要的権の注釈衛星軍の属権カナの右権 陽的賢の軽薄な胸覚長期罹患は品格を多く蓄え気力を持って尊利を犯し奪い人の不浄を犯すに至り役人の長所短所を把握し軍中を横行したがやがて貨兵が来ると聞いて皆逃げ去った貨兵は車を降りて勇猛で法律に通じている役人を10人ばかり求め分離に3人の獄を収めさせ注釈。 3人は少尉と胸郭の長期罹患戻ります「武利には逮捕に赴かせることとしそれぞれ部署を,、えー、部署を決めたそしてこれらを戒めていった3人は大衆に背いたのではなくて王法に背いたのであるから取り,取り調べぬわけにはいかないのだ」。 彰尉が犯したことの多くは謝礼以前のことだからこれを買って韓国官のうちに追っ払い我が民間を怪我させないようにせよ韓国官に入らなかったことが分かればすぐ捕らえよ長彰と罹患は悪強いから たとえ遠くに逃げてもその神戸を手に入れて民に詫びなくてはならないのだ将尉は兄の権力を頼んで洛陽にとどまっていたため役人がこれを殴り殺した怖いですねえー、と「格殺っていうのが殴り殺す格闘とかの また長期,長期離間をも他軍で捕らえその神戸を持ち帰った貨幣はその神戸と不国、えー、戦国軍を皆一にすなわち盛り場にかけた軍中が正々に帰して禅を表彰し死を読みし貨幣は衛戦軍で忘れられずその名声は硬派に継いだ 生まれつき精錬で妻子は役所に来ることがなかった数年の後そした。病気にかかると続艦を招いて遺言書を作らせたがその分に歯科に告げるこれ子供のことですね子供のここの子の会に告げる に告げる。私は生きて素散すること非久しく注釈素参は六往藩で功のないことまあ給料泥棒みたいな私は生きて素散すること非久しゅう死んでは抱負をいただくことになろうがこれをお受けしてはならぬ注釈抱負というのは在官中に死んだ役人に送る不白。 法で定められている「葬式には小さな核を作り、えー、核は外の棺棺の子外,外箱見てただ缶を入れて下ろせるだけのものにせよ」とあった「貝は父の遺言の通りにした大門は甲を抜擢して缶問イとした剣武年間剣武年間 家兵の孫を老とした以上貨幣伝終わる三三に言う外官上は官司令となり眼色を正して朝廷に立ち詩のいわゆる国の主婦といえども彼の紙に出るものではない注釈帝府 「上級の詩」でしたっけ「級っけ要求一国王を代表する詩直すなわち法により聖者・曲直を判断する中世の詩」戻ります「もしも王政の言葉を取り入れてその身を終わったならば金庫における献身となり得たであろう諸月流帝は 無効水であったとはいえ優れた志があった講師は我いまだ豪舎を見ずと言ったが注釈論語の荒野鳥豪舎とは意思が堅固で私奥に打ち勝つ人戻りますこの数子に匹敵する名声と業績のありながらしかもなお武将は奇襲の僕として汚れ 忠釈、紀州の僕として中山風太公のことを想像して罪を得たがこれは本来彼の罪ではないしかし名を連ねた責任があるためただを汚れるという孫法は定良公の政策にたわんだ忠釈、定良公殉右朝の政策を受け大京大京土地規を裁かなかったことを言う。 戻りますまして俗人においては俗人においてはなおさらのことであろう貨幣の施設の高かったことは院を機に継ぐものであったという以上でございます、えー、最後にまとめとしてもう一回ダイジェストを振り返りたいと思います。 外官場は願職厳正にして国の主職であった。諸葛法は強直をお好み劉法もまた成職を死とたがいずれも狂犬に陥り不敬不法であった定数は原石の間にあって還元が聞き入れられないで酷使し武将竜は職務上の責任を守ってそのため合法に流された。 孫法は定良公純右帳に曲げたわめられ貨幣は自中王林家の道を切って志を立てたここに外所轄竜帝武将孫家伝第四十七を述べる以上でございますはい、えー、以上で外所轄 龍帝孫武将 <laughs> 頑張れ私外諸葛龍帝孫武将家電第四十七終わるありがとうございます。